Goblin goes up. Grab Kara and sleep. Cross side. No. Irigawa's. Flip here. Don't do that. I lay down straight. まっすぐ今倒れてるのは良くないです。なんかただただ座ってるだけなんで、なんか相手がわかりバレる。So I have to make angry. Like this. He stay. He can't pass guard same time when I do. それで相手はボステップしないといけないから。It's easy, pass guard. これで僕がいけられるでしょう。これがパスガード、スイッチ、ガード引っ張るときに合わせたパスガードなんですけど、これはよく起こっちゃいます。でもさっき僕がやったように角度つけると相手がそのバランスが悪いから耐えないといけないんですよ。その耐えるってことで、そのパスガードのフォーカスがなくなるんですよ。パスガードいけるって思わなくて、そっちをやりますね、今日は。ここから入れて、ちょっと引っ張って、はい、で、レイダウン、インサイド。Now、ボスサイド、キックダウン。あと2じゃないですか。いや、俺60にそんなやったけど、お前これを、こう、こう、で、こっちでもいいし、こっちでもいいし。So this sweep grip, you can choose.Grab here or here or here. まあどこでもいいですね。小手先でもいいし、ちょっとちょんと持ってもいいし、肘の後ろで持ってもいい。それは好きなところで選びます。ここから、で、じゃあこれ2、3回コーチャーでいきましょう。So, white belt, jump close guard, you know, it's illegal. When you white belt, well, when you blue belt, I can jump and shake close guard, but when you white belt, it's illegal. If you do that, you finish the match, you lost. Okay? DQ. Yeah, DQ, yeah, DQ.Yes. ただちょっと気をつけて、ジャンプクローズドガードは青 B 以上は OK なんだけど、ホワイトはダメなんで、それ一発反則にやった瞬間にもう終わりです。じゃあそれは気をつけてください。で、今からアンバーいきます。で、アンバーはさっきと一緒なんですけど、ステップしてここまで一緒に倒れるとこまで一緒なんですけど、こっからこれを引っ張って、はい、プーディスリー and use my balance バランスやって引っ張る、押しやる、 I like to move this grip andMy feet. Don't touch the ground. これはお尻がずっと上がっていることが条件です。アンバーっていうのはここのとこに自分のその股がないと視点ができなくなっちゃうんで、落ちちゃうと肘抜ける感じになりますよね。なのでちゃんとお尻は伝えてください。あ、で。Pull this sweep is very important. この袖引っ張るのもすごい大事です。袖が引っ張ってないと、he can pull out. Okay? I keep pull and keep up. この2個がすごい大事ですね。
was my green Cruji's arm. Is his elbow outside? I can't get up. Okay? His elbow has to here. ここにある必要がある。じゃあこれいきましょう。This reason is this foot place。この足の位置ですよね。こっちはまあ意としてこの足の位置がちょっと間違えてる。っていうのもさっき僕がクローズドガードに行った時は足は最後まで腰に置いてあったんですよ。So before I teach the close guard, this foot keep here, right? Everyone do that when going to Amber. It's a count. Okay. So when you're going to Amber.I have to slide up here. Armpit place. この脇のところ。Okay? Now, easier. If you keep here, too hard to hip up. Here, easy. Here, difficult. これがちょっと間違いの。理由っていうか、みんな間違えてる問題点、この腰に置いちゃってる。クローズドガードの時はここに置いとかないといけないです。でも、アンバーの時はここからこっちにスライド。I have to slide. で、ルーク。こう。こう。He already bad balance. もうこれくらいバランスが崩れたらもう、I pull. He's dead. OK?これからちょっとだけ引っ張ればもう相手決まるんで、タイトしてかなりタイトです。じゃあちょっとこれやってみましょう。